吹雪より前向 き, 前向き。こんばんは、ポジティブ J です。小泉リアです。さあ始まりましたよ、向き不向きよりも前向きでございます。はい、この番組はですね、前向きな人はより前向きに、そうでない人もそれなりに前向きに、還暦を終わったポジティブ J と迎えたね、あ迎えた今の言葉キャンセルで、ポジティブ J と小泉リアが人生の指南役を務める番組です。よろしくお願いします。じゃあいつものようにスタジオのご紹介をお願いいたします。はい、エンジャースタッフの検温を行っています。はい、換気50分に1回行っています。はい、番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒しています。はい、除菌機器トレイルを導入しています。はい、鳥小屋ズーリー FM のスタジオは窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるとは思いますが、そちらも楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、そしていつものようにお願いいたします。お便りはこちら、はい、こちらもありますけども、あず鳥越あずり FM のツイッターまで、ハッシュタグ向き不向きより前向きをつけていただくと、私たちが番組内で紹介しやすくなります。ぜひぜひお待ちしております。はい、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと最初に一言言っていいですか。はい、何その服装は。皆さんどうですこのあ、拍手が来てるけど、なんであなた、こんな初めてよ、こういう違うもので、ね、お揃いじゃないのもたまには良くないですか。まあまあ言うけどね、うん、なんかいつもさ、うん、同じの2人で着てるじゃないですか。はい、でもちょっとデザイン違いの、これは去年の冬バージョンの、そうですそうですそうです。はい、なんか良くない、可愛いね。たまにはなかなか忘れてきたこと認めないですね。何笑ったか分かんないけど、まあまあでも何かあったから良かったね。はいはい、とりあえずね、まあ番組に対する思いがちゃんとあって、ね、はい、保険をちゃんとかけてたということなんで、はい、次回からお互い相談せずに持ってきてあれしようか。そしたらでもなんかそれちょっと思ってて、うん、でも向き不向きより前向きと自由企画じゃないですか。そうそう、あとは黒と白の T シャツですよ。はいはいはい、ね、だからひょっとしたらお互いのその3パターンでどれとどれでパッとこうお互いの気持ちが通じるか通じないかも、はい、今年は冬バージョン作んないんですか。あ、ちょっとまたそんなこと言う、ね、でも確かに考えようか。いやいや、でも確かにね、もうちょっとこれシャツに T シャツもなんかおかしいかもしれないもんね、うん、もうね。いや、そんなことはないけど、うん、なんかどうなんだろうなと思ってて。あ、でも確かに去年の今頃は十分今のね、リアさんのこのトレーナー着てましたからね、はい、まあちょっと考えようか、うんうん、年明けに向けてね、うんうん、よろしくお願いします。まあまあそんなこともありましてね、はい、うん、いろいろあったわけでございますけども、12月ですよ。はい、早くない？早すぎるね、うん、あのお正月の元旦の日にさ、はい、なんか お酒ちょっと飲みながら、はい、今年1年どうしようかって言ってたね、はい、あの日からもうあれですよ、11ヶ月経ったわけですね。あっという間ですね。うん、早いですよ本当にね。まあまあね、いい意味で年を取ってね、うん、私も今年はまあそういった意味でね、還暦を迎えたということなので、はい、ちょっと節目の年になりそうなんでね、またね、うん、もう一回年内ありますからね、その時にまた振り返れたらなって思いますけども、はい、なんとあれですよリアさん、この新しい今流れてるでしょ、いつもサポーターの皆さんね、はい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 、この前の、はい、年堂さんが約束通りというか、はい、なってくれましたよ。すごいですね。うん、ありがたいですよ。なんかもう今にもなってくれそうな雰囲気もあったじゃないですか。なんかどうやったらなれますかって言ってましたもんね。そうそう、だからああいう形でね、うん、あのまあラジオに出たことも今日あの彼が出ていただいた番組がアップされてるんでね、はい、またよかったら、はい、あの YouTube の方でご覧ください。うん、粘土のそのね、あの粘土細工のそのね、はい、あのいろんな面白いお話とか、うん、ワークショップの話とかありますからね。またアメリカンフットボールのね、うんうんうん、あの選手だったってこともあって、うんうんうん、
いろいろとねまた見れますので、はい、こちらも楽しんでほしいんですけれども、もうすぐ出てきますけども、あれですよ、ついになってくれたということなので、うんうん、はい、また引き続きよろしくお願いしたいわけでございます、はい、でスポンサーさんの方で言いますとね、この前お話ししたあのミキエステートサービスさんっていうところが、はい、あの25周年のあれを迎えて、うん、私もちょっと MC というか司会の23日の日に、はい、東京タワーの近くで、うん、パーティーをやってきました。はい、なかなかすごくパーティーってもう25周年なんですけど、うん、そのお母さんがいらっしゃって、うん、あの社長さんのもう90歳を、はい、だからお母さんもお祝いしようっていうそのダブルのお祝いの会をやったっていうことでございましてね、うん、なかなか面白いと言いますか、涙あり笑いありの、あ、自分開発出てきましたよ、はい、ここね、粘土さんありがとうございます、はい、ちょっと写真ね、ちょっとありますかね、ミキエステートサービスの、うん、25周年そうそう、うん、はい、もうこんなほら東京タワー見えるっすよ裏に、本当だ、うん、でこんな形でね40、50名前後かな集まって、私が前でこっと司会やってますけども、はい、もう親族の方と仕事のお仲間が集まってっていう感じで、うん、わけあいあいとした2時間でございました。リッチですね。そうですね、だって私たちあれですよ、もう何も持たずに来てくださいっていうことでしたので、うん、社長さんが全部この辺段取りされて皆さんをおもてなししたという回でございました、うん、はい、あとこんな写真もあるんですよ。あ、これが社長さんです。私の横に写ってる方が、うん、はい、山中さんという方でですね、なんか可愛らしい、ね、赤ちゃん2人いるでしょ、うん、じゃんけん大会で最後に残ったのよ、しかも一番若い子が勝って、もう最年少のじゃんけんの優勝者になったんですよ。そうなんだ、どっちが若いか分かんないけど、ね、うん、なんか右側の方がちょっと小柄な感じで、うん、方が優勝されて、また番組その会の盛り上げにね、うん、一役買ってくれたというか、そんな感じでございました、うんうんうん、ね、楽しい会でした。本当にありがとうございましたね、また引き続き頑張ってほしいなっていうふうに思うわけでございます。あと私も一応還暦を迎えて、うん、この前浅草の舞台に立ちましたんで、はい、ちょっと1枚だけありますかね。こんな感じですよ、還暦のシャツ着て、うん、一応舞台で、そうそうね、お客さんの後頭部しか映ってませんけど、その感じなんか楽しそうなのがあって、うんうん、浮いてる浮いてるね、浮いてますかやっぱり、うん、なんとなく浮いてる感も否めないですけども、物理的にね、うん、そうそう、なんかでも楽しくやらせてもらいましたよ、はい、うん、なんか天気あまり良くなかったんですけどね、うんうん、でも何人か見に来てくださって、うん、またその後またちょっとホッピー通りで、はい、うん、お時間一緒に過ごさせていただいてありがたいなっていうふうに思ってるわけでございますね。こんなここ1、2週間って言いますか、うん、の間でございました。リアさんはリアさんでね、はい、即興舞台が、あ、そうです、ね、決勝大会があって、お疲れ様でした、はいはい、ありがとうございました。応援いただきありがとうございます、ね、はい、やりきれたの一応、優勝できなかったみたいだけど、まあ、うん、はい、頑張ったんじゃないかなと思います。あ、本当、はい、自分的にも、うん、自分的にはいろいろ思うことはあるけど、でもなんか審査員の方にもう少し見たかったって言われたのが、なんかいろんな意味でその自分もやりきれてなかったからっていうのと、うん、そういうふうに思ってもらえたっていうのは期待されてるってことで嬉しいなっていうのと、ちょっと複雑な気持ち。なるほどなるほど、はい、でもまあしっかりね、うん、1年間というか半年ぐらいかね、はい、続いてね、頑張っていらっしゃったのでね、また来年も出れたらね、そうね、うん、俺も来年ちょっとまた機会があればね、はい、誰かに呼んでいただければ嬉しいかなと思いますけど、はい、うんうんうん、でも勉強になりますね、即興でやっぱ り、こういうラジオやってても、うん、こうやってね、T シャツが違うぐらいお互いにいい意味で打ち合わせをそんなにせずに臨んでるので、うん、本当にどんなお互いがどんな思いで言葉でね、こう盛り上げていこうかっていう、盛り上げていこうっていうことは変わらないじゃない、うんうんうん、盛り上げ方においての言葉のチョイスだったり、はい、ね、テーマだったりそのタイミングだったりでね変わってくるから、うん、結構面白いなっていう感じしますよね、うん、うん、なんでああいうのでちょっと鍛えられると、うん、メインはね歌手なんですけどね、うん、はい、うん、でも歌と歌の間でこう、うん、ちょっとトーク入れたりもすることあるじゃないですか、はい、あ、 MC しますね、はい、だからそういう意味ではなんかこうこういうことをやっとくっていうのも、うん、すごく勉強になるというか、うん、はいはいはい、ね、ならない、どう、なんかでも、うん、ちょっと待って、違う、 MC の方が得意ですね。あ、本当歌より、うん、あ、歌より、それあなた、それあってはいけないことないの？歌より MC のが得意って、それあなた歌手って言ってるわけでしょ？いや、でもなんかみんなと同じ
アーティストとして戦った時に、うん、歌では勝てないかもしれないけど MC では勝てるなっていう場面は結構多い。あーなるほどね、まあ、それも含めて小泉リアだよっていう、そう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 、そういうストーリーっていうのはそういうバンドの意味合いあるんじゃないの、うん、あ、そういう人、みんなもお話が結構好きだったり、うん、あ、そうですね、私より喋りますね、うん、だから、うん、そことのトータル的にお歌とお話とかこうミックスでできるっていうのも、はい、だってほら有名なさだまさしさんとかでもね、かなりお話しされるっていうでしょ、うん、ね、お歌ちょこっと歌って、ね、そうそうそう、ずっとトークしてるっていうから、うん、まあそれでもお客さんが逆にそれを求めて来てるっていうのもあるから、はい、ね、またね今度の23日のねイベントも最後、はい、番組の後半でね、はい、ぜひぜひご案内したいと思います、はい、よろしくお願いします。ではここでね一曲いきましょうかね、はい、うん、それでは小泉リアでオーロラ聞いてください。私の愛犬ですよ、はい、すごいなんかジャンプして乗ってました、ね、そうそう、やっとね、あ、そうそう、やっと家が見つかったんで、はい、うんうん、うん、あの預かって一緒に暮らせるかなっていうことで、またね、はい、新曲決まったらご紹介したいと思います。よろしくお願いします、はい、さあ私の横に今日もゲストの方が座ってきてくださっておりますよ、はい、リアさんご紹介お願いします。本日のゲストは株式会社グリーンロード代表取締役の高原亮吾さんです。よー、こんばんは。こんばんは、こんばんは、よろしくお願いしますね、いい感じで今日きっちり決めてきてるじゃないですか。いやいや、ちょっと緊張して、いつもそういう感じじゃないんですか。あ、もうあのスーツで、はい、いつもスーツなの。営業回ってるんで。あ、そうなんや。なんか普段通りお花のね、あのグリーンロード、そうそう、俺なんか いいじゃないですか。いや、なんか恥ずかしいです。なんか生かす感じで撮ってるよ。いや、すいません。いやいや、全然謝ることないよ。はい、あ、そうなんやね、
そうかそうか。あ、だからそうか、てっきりそのお花に関わるお仕事だし、お花屋さんのイメージがあるから、ね、はい、なんかこう、はい、ラフなイメージでね、はい、スタッフさんのお花屋さんで知ってるのはこっからこっちだけそうです、なんでお花屋さんなのよ、はい、あ、お花屋さん、うん、あの 僕が作ったわけじゃないんですけれど、あの小泉さんをイメージして、ありがとう、イエーイ、イエーイ、よろしくお願いします。やるねー、やらしい、こいつ、やらしいですね。私のイメージだって嬉しい、あの可憐な感じで、ありがとうございます。そんな言葉いいの言っちゃって、可憐って意味してますか？あの忘れたんです。可憐なんだってよ。可憐ですよね。あ、そうですかあ、でもいいですね、ありがとうございます。はい、ないお花っていいプレゼントですよね、嬉しいです、ね、誰もが喜ぶし、はい、なんかこう心が明るくなるというか、そうですね、ね、すごくいい感じでございます。嬉しいですね。花をもらって怒る人はいないので、うん、確かに、さすがですね。でも本当そう思います、僕もやっぱりこう見えても、はい、あの家族の誕生日にお花を送ったりとか、はい、やっぱり毎年しますもんね、はい、あと母の日に、はい、あの送ったりとか、そうですね、うん、やっぱりそれは、まあ、手っ取り早いってだったら怒られるけど、でも定番でもちゃんとお気持ちをその時にね、うんうんうん、まあ、あのその日じゃなくても普段からこうお渡しするのもいいんでしょうけどね、うん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 、さあそんな高原涼吾さんのちょっとね、はい、どんな方かっていうのをちょっと、はい、自己紹介、そうそう、はい、プロフィールを見てお話ししましょうか、はい、ね、来ましたよ、はい、あ、どうです、54歳ですよ、はい、あ、53歳です、ね、間違ってますね、これね、あのうちの担当のやつ作ってもらったんですけど、間違ってますね。あ、今53なの？53です、ね、あ、そうか、はい、あのあれですよ、また名前出てくるけど、はい、あの山本雅秀さんとかと同級生な感じですね、だから50代前半ということでね、はい、うんうんうん、大阪の出身なんですね。そうですね、大阪市の重曹っていうところで、あ、来ました、重曹知ってます？わかんないね、重曹って書いて重曹と読むんですよ、はい、うんうん、ちょっとこういかがわしい、あのホテル街が並んでたり、うんうん、居酒屋さんが並んでいたり、歌舞伎町みたいなイメージかな。そうですね、なんとなく歌舞伎町もっとちっちゃくしたような感じの、大阪の歌舞伎町ってこと、まあ、うん、あのほんとちっちゃいんですけどね、うぐいす谷かって、うぐいす谷の方が近しいかもしれないね。うん、僕も重曹の予備校に通ってたんで、よく知ってますよ、ね、亡くなりましたけど、ね、亡くなった、はいはい、そうそうそう、そうですか、はい、感覚お出になって、はい、ほら、ね、やっぱリクルートコスモスに入ってはるんですよ、はい、うん、ちょっと待って、ちょっとすいません、携帯を静かにさせといてよ、すいません、ちょっと待ってくださいすいません、申し訳ありません、すいません、びっくりした、ごめんなさい、本当にごめんなさい、すいません、びっくりした、はい、それで、ごめんなさい、すいません、本当にごめんなさい、それで、あの同じ会社で、はい、あの仲間と一緒に働いてたんですよ、うんうんうん、でも、あれ、いつ辞めたの？僕、あれなんですよ、あの入社して3ヶ月で、うん、もうバブル崩壊してたんで、入社した時が、うん、はい、入社して3ヶ月ですぐリクルート出向なんですね。あ、辛い時ですよ、そうなんだ、あったのよ、そんな時期が、そうなんです、100人出向しましたから、3ヶ月で、だって4月に入って7月にリクルートに行ってくださいって、そんな人事だったんですよね、うん、就職したことがなくてすみません、あ、いやいやいや、まあまあでもまあまあ、その謝ることなんか全然ないですよ、はい、自分の人生だからいいんだけど、でもそんな感じだったんですよ、大変だったんですね、うん、そうですよね、あの300人同期入社したんですけど、うんうん、そのうちの100人が6月で、はい、その3ヶ月後に、また100人出てきましたから、うんうん、だからもう結構早くに辞めたんですか、ね、まあ、辞めさせられたって言い方の方が新しいな、ね、受け皿だけ受けて、うん、受け皿だけ受けて結局抱え来れないからもう出てってくださいっていうような時代でした ね、うんうんうん、確かにね、うん、まあまあ本当バブル崩壊したから仕方がないですよ、ね、うん、だからさ、ちょっと今ワイプで隠れちゃってるけど、あのあれですよ、ほら好きな言葉、あ、皆さん同じですね。でもこれは江添さんのね、はい、うん、自ら機械を作り出し、機械によって自らもうリクルートにこう、はい、ちょっとね、あの染まってたというか、お世話になった方をこの言葉がやっぱり大好きだなっていうので、うんうんうん、ここに来てくれたね、はい、リクルートの関係の人をみんなこの言葉をやっぱりこう出して、うん、私もプレートを今日持ってきてませんですけど、はいはい、ね、あの出したりしてやってますもんね、うん、山登りが好きなんですね。そう、6、7年ぐらい前から始めまして、あ、そうですか。そうです、そうです、あの、まあ、なんとか気が合ってたんで。あ、本当。へえ、はい。でもちょっとあれです、あの一応年表みたいに戻るとね、リアちゃん、はい、やっぱりおもなんで俺やっぱ一番気になるのはさ、まあ辞めるのはいいじゃない。うん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 、いや、でもその自らそのこれグリーンロードって今の前身のお花屋さんでしょ。はい、はい、そうです、そうです。だからここに、うん、あの前回の大野さんの粘土もそうだけど。うん、
なんでここのお花にこう思ったんですか。いや、なんですか、リクルートって広告って結局ですね、価値がわからない時っていうのがあるんですね。はい、無形のものですし、うん、その対価っていうものがわからないので、やっぱりあと効果が全くない時っていうのもあるんですよ。広告ってもね、もうそれはよくわかる、よくわかる、はい、なんでそうじゃなくて、やっぱりお金をいただいた以上は誰からも喜ばれるもので、うん、形あるものを探してたんです、うん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 、でちょっと遡るんですけど、はい、リクルートってですね、あの当時ですよ、うん、仕事対してできへんやつは30までに辞めろみたいな不分率あった、大塚さんなんかやっぱり仕事できる方だと思われたんですけど、できるやつがリストラされるかバカ野郎、それはそれはあったの話ですよね、うん、いやでも、あ、でも、うん、なるほど、はい、そういうのがあって、うん、6年、まあ、28の時ですね、うんうんうん、6年目で、まあ、辞めて、リクルートは卒業という言い方するんですけれども、はい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 、卒業して、まあ、花屋さんを作ったっていう、まあ、そんな感じでございます。つてがあったんですか。全くなくてですね、お花に行ったのは、その形あるものの中でお花を選んだっていうのは、そのすごくまた逆にはい、興味があるというか、うん、あるんだけど、なんやろう。いや、なんでしょう。で、あと当時のですね、リクルートは割と独立する方が多かったんですけれども、IT 系に行かれる方と採用コンサル系に行かれる方、うん、まあ、大体こっちなんですよね、うんうん、でやっぱり優秀なやつ多いんで、こいつらと同じ土俵で戦って絶対負けてしまうというのがあったんで、はい、違う業界で形あって誰からも喜ばれるもので、あともう一つがオールドマーケット、ここだとですね、自分の影響が活かせるんじゃないかなっていうふうに思ってたんで、やりだしたっていう。そうか、その自分がリクルート時代にさ、はい、営業やってたのかな、はい、そこで例えばお花屋さんの広告とかでちょっとお花屋さんと関係があったとかっていうのもなかった。なかったです。あれ土日にですね、うん、花屋になるための学校って当時あったんですよ。あ、そんなのあったの。そうあったんですよ。お花屋さんになるための学校、スクールがあって、学校必要なんですか。いや、失礼ですけど。いや、やっぱりね、独立される方って5年から10年ぐらいは修行されて、まあ、昔の本当、うん、寿司屋の徒弟制度みたいな、そんな業界だったもんですから、うんうん、まあ、ちょっとその時間どうかなと思ったんで、学校行ってやりだしたっていう。ほんま、はい、すごい。なんか自分でもお花が好きだったとかっていうのもあったりするの。そういうよくプレゼントでお花を渡したことがあったとか、誰もなくとか、送別会でよく花使ってるの見てたんで、うん、あとリクルートのキックオフってですね、イベントね、パーティーがあって、その時必ず、花束とか、何十個とか頼んでたみたい。これなんか商売したらいけるんちゃうみたいな。すごい。ありましてですね。へー、そうか。でも全然その、うん、なんていうのかな、誰最初から一人で始めたんですか。そうですね。え、はい、もう全然意味がわからない誰か一緒に、大体なんか心細いと誰かと共同、ね、うん、共同出資じゃないけど、ね、一緒に漫画で何百万かずつ、100万ずつ出してやるとか、そんな感じで声もかけなかったの、はい、もうカタカナで。すごいですね。意外にすごい、その辺が大胆やな。いや、どうなんでしょうね。全然その自分の中でそういう不安みたいなことはなかったんですか。いや、なんかやっぱりあかんかでも3年で辞めようみたいなはありました。一応自分の中で30代なっても31とかじゃないですか、うん、なんで、やり直し聞くとちゃうのもありまして、うーん、はい、強いんですけどでもお花の中でもね、いろいろあるじゃないですか。僕よくわかんないけど、そういうイベント関係で結婚式と提携、式場と提携してこうお花をやるとか、はい、普通のそのよくあるね、一二雑誌からこう売るようなとか、はい、あとレンタルとか、はい、いろいろ携帯があるでしょ。あ、そうですね、そうですね。それについてはなんかこっから行こうみたいなあったりしたの。いや、まあ、たまたまですね、やっぱ、うん、先輩とかがその IT バブルがあってですね、まあ、はい、要は大手 IT の、役員とかなられてたんですよ。で、寮をなんか結構こちらの使うからうちの花やったらみたいなんで声かけていただいたりとかですね。あとそれこそ コスモスさんですね。コスモスさん、不動産のモデルルーム作るじゃないですか、マンションの、うん、あの時に観葉植物のレンタルっていうのが必ずあるから、お前やったらっていうのが同期のやつから声かけてくれて、なるほど、やってみようかな。全部借りてたんだけどねすごいですね。すごいね。確かに
販売のためのお部屋の中に、うん、ほら必ずこう隅にさグリーンは置くじゃないですか、うん、やっぱり、うん、緑があるのとないのと、例えば部屋の空間の無機質になったり、必ず会議室でも緑があったらちょっとこう癒されるというか、うん、会議がスムーズに進むとか、なんかそんなこともあったりするんですよ、うんうん、で別にどっからさ買っても借りてもいいわけじゃないですか。それで選ばれるってなんかそれまでちゃんとやってきたんですね。うん、ちゃんちゃん。無理して自分で完結させなくていいよ、自分で言って。いやなんかそう思ったから。ああでも本当にそうだよ。人柄ありきだなって。ああそうね、それはあるね。やったことないことやってちゃんと成功できてるって本当人柄じゃないですか。そりゃそうだ。うん、結構そのお花を仕入れるルートとかって結構大変だったりするの？ちなみに。いや、それこそ行った学校の先生が、教えてくれて、でもう本当見よう見まねで、始めたっていう、そんな感じですね。辛い時ありました。しんどいなみたいな。いや昔やっぱりセリーが朝早くあったりとか、はいはい、やっぱり知り合いいなかったんで、うんうんうん、やっぱり意地悪されるんですよね、古い業界ですから。あ、っていうのはあったなって。ね、まあ今その人ら抜いたんちゃうかなと思ってるんですけどね。はい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 、今もそういうのあるんですか？はい、どういうの？そのなんかちょっと意地悪みたいな。今もネットで買い付けできた、一番もですね、ネットで買い付けできるようになったので、うんうんうん、まあ、そういうフェットフェイスでいろんなことっていうのはあんまりないと思いますよ。そうか、うーんって言って面白いね、やっぱり業界がね、やっぱり新鮮だから。確かに単にお花自体はあれだけども、裏のところのね業界の話ってやっぱすごいなって気するよね、はい、うん、小学生の時はお花屋さんになりたい子いっぱいいたじゃないですか。そう、ケーキ屋さんとお花屋さんですよね、はい、うん、でもその子たちでなった人はいないから、周りに、はい、なんか珍しいですよね。しかも男ですしね、うんうん、なりたいと思ってなったわけじゃないじゃないですか。あ、そうですね、すごい珍しい。なんかでもそこにそんなに お金儲けとかそういう感じのことはあんまり描かなかったの？それでなんかこう、まあ、喜んでほしいっていうのがすごく強いとか。そうですね、どっちかというとそれだし、まあ、食べていけたらいいかなぐらいの感じで思ってたんで、そのあれがいいんやね。いや今皆さん独立するときって今の生活を保持したままやろうと思うから大体おかしくなるんですよね、うん、やらないとかね。そうかそうか、今のめっちゃ大事な言葉な気がします。そうね、うん、でもまだその時は お一人だったんですか？お一人っていうか、うん、あ、そうかそうか、すごいな。でも3年間の間で結構逆にあれでしょ、あ、これいけるわと思った時に、はい、新たな展開というかさ、人増やさなあかんとか、はい、ちょっとそういうふうな、こう、なんちゅうのかな、今までにないまたいろんなやらなきゃいけないことも増えてきたりしたんでしょ、きっと。まあまあそうですね、まあ、たまたまですね、まあでも今も残ってくれてるんですけれども、うん、自分から応募来てくれる方がいたりとか、ホームページとかもね、はい、すごく素敵なホームページで、だってもう、うん、従業員さんがね、何いらっしゃるの今働いてる、まあ、アルバイトさんとか入れて50人ぐらい。50人もいるのよ、ね、これやめたやつですね、うん、これかとはやめない。そんなこと余計なこと言わないじゃん。まあまあ、そうそう、でもすごいねえ、どんどん皆さんやっぱり花に関わってさ、なんか皆さんやっぱり笑顔になっていかない、お花をやってる人たちって。そうでもない、働いてても。いや、やっぱりバタバタしちゃってるんで、うん、まあ、本人たちには、まあ、人の気持ち届けんねんからなっていうことは常々言ってるんですけ ど、まあ、バタバタしちゃってるんで、目つり上がって仕事してる方も多いですよね。そうなんや。意外と忙しいんですね、お花屋さんって。やっぱ法人さん相手なんで、うん、月末月商っていうところが忙しかったりとか、はいはいはい、あと人事異動とか移転とか、うん、そういうタイミングで非常に忙しくなりますので。なんかまったりしたイメージですけどね。割とね、ゆるい時間の流れ方ではないですね、うん、そうか。でも確かに会社の、例えばこのね、11月、ね、年末年始とかでも退職されたりとか、うんうんうん、移動されたりとか、はい、そういったところでちょっと花お願いしますってなったら、確かに、うん、グリーンロードさんにっていう、俺たちもなんかよく連絡取ってましたわ。そうなんだ、うん、すごい、うん、やっぱフットワークよく動いてくれるし、こっちの大体イメージも分かった上でちゃんと希望になるようなことを用意してくれるから、うん、ある意味すごく数は当然増えてくるでしょうね、うんうん、そうですね、おかげさまで、ね、今だから年間大体3000社様ぐらいからの3000社ちょっと、まあ、本当ヘビーユーザーからライトユーザーまで。へー、
でもすごいなねえ、うんうん、それを3000社に対してそれを今のスタッフさんでこう切り盛りしてるっていうことでしょ、はい、そうですね、どうなのそれは本当に パンパンというかそういう働き方に関しては結構今社会いろいろあるじゃないですかぶっちゃけ そうですね、その辺は高原さんもかなり気にしてるというか意識してるというかそうですね、やっぱりあの働き方改革とかっていう、うん、あのっていうのが先張り出しても本当残業ある程度した時も、まあ、昔は本当天井でやってたんですけど、うん、はい、あのちょっとそういうのも時代遅れになってくるから生産性上げて、うん、あの短くやりましょうとか、うん、この時間は忙しくなるから派遣の方をお願いして来てもらってあの業務分散していこうとかですねそういうふうなやり方していってますね。うーん、すごい、うん、コロナの影響ってあったりしたの？ちなみにいやもう全くお祝い事なくなりますし活動止まりますが花どころじゃないっていうのが確かに世間一般ですよね。集まらないのにお花を送るって逆にでもあったりするんですかね。いやあのあ そうかお花で逆に済まそうと、うん、うんうん分かんない分かんない。あいやいや、うん、あのでも送別会とかもないじゃないですか。確かに。なんでも一切もう花は本当あの5月とかは全く止まりましたよね。うん、例えばでも母の日とかだったらその、うん、まあお花だけは会えないけど送ろうとか、うんうん、なんかそういう思考になることもあるような気もするんだけど。でも相手が企業さんだったら止まっちゃいますよね。あそうか。で企業そうだね。そうだな。母の日とか、うん、あとクリスマスとかなんかそういう風な個人に向けての。は動いてましたけどね。うん、法人さんはもう全く止まりません、ね。もうその法人さんと個人さん向けの割合っていうのも圧倒的に法人さんなんですか、その売り上げ98% がですね。あ、法人のお客様なんですよね。そか、残り 2% がじゃあそうだよね。でもやっぱり法人さんの方がある程度まとまった受注もあるだろうしね。継続的にやっぱりずっとね一社とつながればずっと続いていくし、うんうんうん、あそうですそうですね、ええ、レンタルとかだったら結構あの入れ替えに来ないグリーンも大体2週間に1回ですねあの手入れに行くんですよね。で水やったりとか葉っぱ拭いたりとか、うんうん、あのダメになったやつは交換したりとかっていうのはやってますからね、ええ、なので基本的にまたちょっと立てば新しいグリーンまた入れてくれて、はい、前のやつ持って帰ったりとか、はい、そういうことで継続的にずっとこう続いていくような。はいはい、うん、そうですね。うん、割とあのずっとお付き合いいただく長いお客様っていうのが多いですね。ねえすごいな。でも今はもうだいぶ逆にそのコロナの、はい、まあ今でもコロナでね最初にいつもリアさんがこの会場の説明とかしてくれてますけども、はい、もうだいぶあれですか、もう世間的にもイベントも戻りましたか、うん、取れたし、あそういうのは戻ってきたような気がしますね。ただ、うん、あのお祝い事がですね以前よりちょっと減ったのか人事とか減ったのかですね、うん、あの少しあの売上自体は下がったかなっていうのが、あ全体的に、うんうんうん、はい、なんかねあの今日いろいろ番組やるときにね、うん、こうゲストさんにお願いしてこう素材とか送ってもらうじゃないですか、うん、はいはいはい、すごいのがあるんですよそのね、はい、1個、うん、2つかなちょっとうんお写真 OK です。それそれ。これとかね。はいはいはい。ちょっと僕今までお花屋さんのイメージでこういうのをね、こういうの手掛けてらっしゃるんですよ。そうなの。あの今まとめるっていう名前で、サービス提供させていただいてるんですけれども、うん、あの例えば企業の移転とか、何周年記念とかっていう時って花がたくさんあのいろんな業者さんから来るじゃないですか、うん、はい、でバラバラに胡蝶蘭があの店頭に あるあるガー並ぶやつね、ランダムにね。そうそうそう、あれってやっぱりあの受け取り業務だったりとか、あとその終わった後のゴミの捨てるのとか、うんうん、ものすごいあの工数かかるんですね、うん、であの一括でうちが全て受注して、デザインして、最後ゴミを廃棄するところまで、うん、やると、まあ、お客さん便利やし、手間ないしっていうところと、うん、あと綺麗だしっていうので、うんうん、割と受けてきてるんですよね。ここ2年で100件ぐらいお手伝いさせていただいて。すごいね。あそうか、あれはだから送られてきた花をバラバラの花をこういう形で、はいはい、そうですそうです、一個一個こちらに届くんじゃなくて、あのそれでこう左側出てるのが、うん、あの送ってくださった方々の企業者、うんうん、あ反対の方です、ね、あこっち側のなんかは、そうそう、はい、あれを使う、あのおしゃれなことでやって、使って、あいいね、めっちゃおしゃれ、なんか標識っぽい感じのよくある、あへえ、うん、確かに大量の胡蝶蘭よりこっちの方が見栄えいいですよね。そうなんですよね、映えですね、映えるな、こういうのをだからあれですか、そのまた学ぶわけですか、この例こういうコーディネートというかこういうのは、これも今は僕はやらない。あのうちのデザイナーの方がやってくれますから、
はあ、すごいですね。これ割と1日ぐらいでできるもんなんですか？あ、納品は1日でありますね。で、まあ、大体2週間から1ヶ月ぐらい飾っておいていただくような手入れ行ってね。でまたそれをまあ一段落したらそれまた全部引き上げて、はい、これを全部また処分してというか、はい、そうですそうです。ああ、いいですね。これもやっぱコロナがきっかけで、あの頃もしたくさんの花屋さんがお届けしてたら、うん、あのクラスター起こってたじゃないですか。はいはいはい、はい、でやっぱりあのコロナの感染抑制のためにという言い方で、こういうことが始まったんですね。素敵。これは広がるね。そうだから今までってこういうことって、ね、あのこの花屋でなんか普通言っちゃいけなかったじゃん、うん、お前何をずうずうしいこと言うとんねんみたいなことになりますから、うんうん、はいはい、ですけど、やっぱコロナっていうものをきっかけにあの言ってよくなったっていう。あ、コロナのおかげっていう方もちょっとね、あれかもしれない。でもそれで結構時代が変わりましたよね、うん、業界もね。そうですね、すごいな、ね、そうなんです。あ、これはこれはですね、角川さんの、うん、これ社長就任の時のまとめるでしたね。すごい。あ、まとめるっていうのをまとめるっていうふうに言うよね。商標登録してですね商標登録してるんや。あ、すごい、まとめるやって。すごい、大量の誇張欄だったはずのものが、がこれ上に上に伸びるイメージ、木になりました。そうです、すごい素敵。へえ、なんかでもさ、原型がないものをこう仕上げていくじゃないですか、うん、なんか誰かその最初に頭の中にこういうイメージが浮かばないとならないじゃない。あ、まあ、こういうのですよね、うん、だから誰かがバーッと並べてこれどうする言うて、そんな人はやっちゃダメ。いや、そうだけどさ、違う仕事してください。すごいクリエイターだと思わない？すごいですよね。すごいですよね。うん、さっきののおしゃれだし、これもなんかいいね。結構あの評判はいいですね、おかげさまで。まとめる。え、まとめる。たくさんもらえばもらうほど、どう、大掛かりになりますから、ね、はい。でなくてもちっちゃく綺麗になるんですよね。はい、そうですそうです。すごい。別にその最低これだけないとダメよっていうこともなく、あ、ね、あったらあった分なりの、はい、そういうボリュームと規模感で演出しますよって、そういうことやね。そうですね。あ、すごいな。すごい。ちょっと今まで俺の知り合いでもお花屋さんやってる人もいるけど、また全然違うね、本当に普通のその頼んでこう、うん、そのやっぱり一般の個人さん向けにやっぱりやってるお花屋さんがしか知らなかったけど、個人さんでまさにこんな形でそのまとめるという商標でやってるのは、僕もね、前から彼のこと知ってはいましたけど、今日初めてこの番組で具体的にやってることを、はいはい、教えていただいたから、すごいなというふうに思いましたね。すごい、なんか舞台とかアイドル業界とかもこういうのにしたらいいなって思いました。うん、そうだよね。よくあの、なんかスタンドフラワーを書くファンごとにとかで、はい、アニメ系のなんかイベントあった時はやっぱり全てうちの方で、はい、そういうので一括してさせていただいたりとかっていうのありましたね。その方が絶対いいですよね。うん、映える映える。置けない、確かに。なんかいくつか適当になんかランダムに並んでるよりも、うん、まとめてちょっと受付の横あたりをさっきみたいに置いてあげると、ねえ、あ、ちょっといいじゃんみたいな、その会自体か、そのね、あのお芝居自体もかなりなんか、はい、いい気がしますね。そうですね。あと写真撮るスポットにしたりとか、あ、っていうのもありますから、ね。なるほど。たくさんのスタンドフラワーを置けなくてお断りしたりするんですよ。それもったいないですよね。そう、もったいないから、うん、あのこれでまとめるにしたらさ、はい、壁がずっと花とかにできるじゃないですか。そうですそうです。もうね、並んでる時とかめっちゃいいですね。これはこれも、ね、これちょっと次もありますね。300社様ぐらいから集まったんですよね。これはですね、これ武蔵野ミュージアムの。へー、300社様からお花が届いたんだ。 それをこういう形で、そうですね、あのデザインさせていただいて、これ横幅10メーターぐらいの花のオブジェなんですよ。高さ3メーターぐらい、足場組んで作ったんですけど、へー、割と大掛かり。これほんまや、はい、すごい。なんかバックのその壁面の色ともちょっといい感じで合いますね。そうですね、うん、うまいな。へー、それは送った方も喜ぶよね、こういう風に使ってもらったら、うんうん、そうですね、名前も出ますから、うん、そう、それもすごいよ ね、 ね、結構大変やけど、まあでも喜んでもらえるの間違いないわ、そら、
ね、企業じゃないとできないんですかこれは。まあ、ある程度集まるんであれば、個人でも確かに、もともとはカリスマ美容師の方が自分の店をオープンするときに、ちょっとこだわりの陶器鉢 と、はい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 、こだわりの観葉植物を送ってほしいからっていうのが、うんうんうん、そもそものきっかけだったんですよ。でなんかもう原型で、まあ、そこから発展していったんですね。はい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 、すごい。いやちょっといいですね、うん、ありがとうございます。うん、なかなか。でもこれがやり始めて、てかまとめるというのを始めてからちょっと2年ぐらい、はい、ちょうど2年で、まあ足掛け3年目ですね、うん、になったかな。かなりじゃあ新しいまたお仕事のその柱の一つとして期待ができそうな感じな、はい、あこれはもう今後こういうこのもっと提供していきたいなっていうふうに思ってますし、営業ここ力入れていかないとなって思うんで、まあ、日々営業僕が回ってるような感じです。うん、まあいいな。でもねえ、楽しいですね。ありがとうございます。皆さんやっぱり喜んでもらえるその究極の喜ばせ方じゃない、うん、私たちもエンタメ系だからさ、はい、まあ、僕なんかじゃあ一応笑っても、インスタ見たかったりやもん。えインスタグラム見たいなと思って。あインスタね。あそうか、ごめんごめん。いやいやいや、うん、いや素敵ですよ。でも本当ありがとうございます。あフォローしてくださってありがとうございます、うん、センスが問われるしね。お花もずっとお花見れるインスタグラムいいですね。飽きないかもしれないね。本当季節で変わってきますからね、花の内容も、うんうん、いや本当に本当にやっぱお花っていうのはすごくね、和ませてくれるし、うん、いいですわ、すごくね。そうですね、うん、かっこいいな、うん、でもあれですね、はい、メイン店舗もあるんでしょ。でも店舗というか普通の小売りというか9坪ぐらいの小さなお店なんですけど、全国にいやいやもう1店舗拠点なかった。いや1個だけですね。大阪とかそっちでもなかった。それは法人の方で。あ法人の方でね、会議所ですね。はい、そうかそうか。で、まあ、ちょっとあれになりますけど、全部しますけど、うん、12月の12日にその店がですね、25年前にオープンしたんですよ。すごい、だからすごい今回のゲストでさ、たまたま今日来てもらったじゃない、うん、12月に、うん、ちょうど25周年の時に来てくれてるわけ、うん、たまたまなんですか。すごい。いや、たまたまだよね。これ、うん、これ本当、これも、12月12日を、その、まさに、あれしてるなんて、うんうん、ごめんなさい。彼に、出演を依頼して、はい、いいですよって言ってくれた時は全然知らなかったですよ。うん、すごい。なんか、まあ、なんか持ってるね、あなたたち。いや、どうなんでしょうね。ね。ねだからさっきほら、ミケ・シエトさんが25周年って最初に喋ったじゃん。うんうんうん、はい、まさに26年目に入って、あ、そうだ、入ってほら。はい、すごいな、25年も続くっていうのもね。そうですね、四半世紀ですから、よく潰れなかったなと思いますよね。まあいいですね。ねえ、ちょっと山登りの話もちょっと聞きたかったけどね、ちょっと一曲でもね、はい、ぼちぼち行く時間だから、はい、うん、ね、高原さんのね、はい、プライベートな写真をバックに、はい、曲の方行きましょうか。はい、2曲目、どんな曲でしょうか。小泉リアでストーリーです。小さな頃願っていた
ね、素敵な山々がね映ってましたね。うん、いろんなね山も好きでね、はい、行ってみたいでね、はい、シーズン中は大体毎週行ってます、ね、あ、本当ですか、はい、また今度その辺の話もね、はい、ぜひぜひ聞かせていただきたいと思うんですけども、最後に何か告知といいますか、はい、そういったものってあったりしますでしょうか。ですね、うん、それこそ先ほど申し上げました、あの12月12日でですね、うちのお店がちょうど25年終わって26年目になりますので、はい、もう本当小さい9坪のお店なんですけども、そこでなんか小さいささやかなキャンペーンやりますので、うん、ぜひ根津神神社の参道の裏側の、店になりますんで、はい、お暇な方あればぜひお越しいただければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。どうもない、ね、素敵なお花の話を聞かせていただきましたので、ね、うん、ちょっとためになりましたね。お花屋の最近ってそんな感じなんだっていうの、そうそう、多分高原さんとかまた独自な路線を行ってるような気もするし ね、うん、あ、確かに、うん、ね、今日本当素敵なゲストね、グリーンロードの高原さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあちょっとここで読みましょうか。あ、はい、ね、お便りいただきました。はい、お便りいただきました。高橋さん、この見てくださいね、はいはい、エアホリッカーさんからです。はい、元気なワンちゃんの動きがオーロラの曲にマッチしてました。お花も綺麗、着信音はキャンセルです。本当すいません、申し訳ない。僕もちょっとびっくりし、音消してたつもりが、本当ごめんなさい、申し訳ありません。これもキャンセルしたいですけども、はい、受け取ります。次回からじゃあお願いします。はい、わかりました。じゃあこの曲が流れてきましたので、はい、エンディングの方ですけれども、まあ12月に入りました。私の方はまあちょっと今イベントしてたので、全部プライベートで引っ越しとかするのでバタバタするんですけども、はい、まあスポンサーさんをね、改めてこう皆さん募集しております。まあぜひこの番組を応援したいという方とか、この番組で何か喋りたいということも引き受けておりますので、めっちゃ安くない？うん、気持ちで、ね、頑張っておりますので、よろしくお願いします。安いって言い方失礼だけど、うん、本当だよ、ありがたいよ。破格ですよね。そうですね、まあお気持ちが大事かなということでね、はい、また高原さんもぜひよかったら受けてください。ありがとう、はい、失礼しました。で、あとはまあグッズをね、改めてこうやって、今までちょっとあんまり宣伝してませんでしたけども、はい、まあ一応こういった形で、まだもうちょっと、売らせてもらってますので、またよかったら改めて検討してもらったら、はい、と、このトートバッグですね。はい、お願いします。じゃあ、リアさんの方お願いします。はい、12月23日にソイストーリープレゼンツ、プレシャスナイトという、感謝祭みたいなクリスマスイベントを行います。はい。こちらの前説が、J さんとゲストで来ていただいた大島さんの2人で行って、はい、向き不向きで前向きペアで盛り上げたいと思っております。はい、ぜひ。で、今回のライブは、いろんなクリスマスの思いとかがあると思うんですけど、それを曲に乗せて、役者さんに演じてもらう、ただ見てるだけでなんかジンとするみたいなライブを作りたいと思ってますので、いいですね。はい、チケットの方が10分後の8時から販売になります。はい、はい、ホームページの方も作ったので、あ、そうです、こちらのページですね、はい、20時からぜひご購入よろしければお願いします。はい、ぜひぜひ私も、うん、ね、出ますので、はい、またお会いできたらと思いますので、よろしくお願いします。はいはい、これで今日の、ね、メニュープログラム全て終了でございます。次回は12月の15日になるんですが、はい、もうこれが今年最後の放送になりまして、ね、今度はまだ1年間振り返る年末特集号をちょっと企画したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、皆さんどうも今日もご清聴ありがとうございました。これで向き不向き前向き終了でございます。皆様ね、12月になりました。年末に向けてしっかり頑張っていきましょう。この後も前向きにいきましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。この番組は教育の株式会社タップ、 K2 コーポレーション、目黒不動産、株式会社オレンジレント、親父の隠れ家猫ママ屋、日本人材戦略研究所、慶応葬儀社、イマックスアルファ、日本一接客コンサルタント大島和也さん、有限会社共振、三軒茶屋の不動産屋株式会社タップ、村の田んぼを行く男村田育夫さん、株式会社ブリーズベル、株
株式会社シェイクハンズ、滝重人さん、川下博文さん、小川農園、アクシア、ミキエステートサービス、株式会社ガイアフィールド。イニシアグラン札幌イースト、イニシアグラン札幌苗穂、合同会社粘土、 J 企画、他大勢の皆様の応援でお送りいたしました。